日本鹿児島県日置市東市町宮間、東市町宮間は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院号縄城川村、日置郡下住院村、大技縄城川、日置郡東市町大技宮間。郵便番号は899-2431。人口は541人、世帯数は223世帯。 安土桃山時代の慶長の役の際に、島津氏によって、朝鮮半島から、薩摩の各地に連行された陶工などの一人子人が、この地に集められ、縄城川村として成立した。江戸時代には、薩摩藩による保護と統制のもとに、薩摩焼きの生産が行われるとともに、文化の保護が行われた。慶応三年のパリ万国博覧会に出展された、この地で作られた。 薩摩焼は世界的に人気を博し海外輸出が盛んに行われた。宮山は薩摩焼の最大の産地で14の窯元があり、薩摩焼の里として知られ、窯元の他にも工房や喫茶店、飲食店も立ち並ぶ。宮山の中心部、宮間薩摩焼の里の標識が設置されている。薩摩焼4 0年記念石灯日置市の西部に位置している。 アザの北には、東市町長佐藤、北東には、移住院長野田、東には、移住院長寺脇、南には、東市町宮本、寺脇、東市町宮田、東市町寺脇、西には、東市町伊作田にそれぞれ接している。宮山の中心部には2005年現在で14の薩摩焼の鎌本があり、鎌本の他にも、 工房や喫茶店、飲食店が集積している。宮山は、薩摩焼の里として知られており、観光地となっている。また、旧東市木町を区域として策定された、東市木都市計画では、宮間について、薩摩焼の里広域交流拠点として位置づけており、固有の歴史と文化資源を活かした町づくりを行うとしている。南部には、 薩摩焼400年記念石灯が混流されている。この石灯は1998年に大韓民国などから寄贈されたものであり、除幕式には日本側からは内閣総理大臣、小渕恵三や大韓民国側からは国務総理の金賞筆が参加した。また、教育機関として南部に日置市立三山小学校、中央部に三山保育園がある。 東市町宮間では、戦士時代の遺跡として、旧石器時代から近代にかけての雪山遺跡、旧石器時代から中世にかけての地元の遺跡が発掘されている。いずれの遺跡も、国道三号のバイパス道路である南九州西回り自動車道建設時に、事業主体である建設省九州、地方整備局によって、事業区域内の文化財調査の依頼を受けた。 鹿児島県教育委員会により調査が行われた際に発見された遺跡である。雪山遺跡は地域の西部にある地雪山で発見された旧石器時代から近代にかけての散布地生活跡とされる遺跡である。2002年度に発掘調査が実施された。遺跡からは旧石器時代のものとしては白変戦闘機、採石人格、採石人、白変、 縄文時代のものとして、前平式時、吉田式時及び、石器、古墳時代のものとして、成川式時が出土している。地の島遺跡は、自治の頭で発見された、旧石器時代から中世にかけての遺跡である。1991年の分布調査によって池の頭一帯に異物の散布が認められていたため、1997年に調査に着手した。 遺跡からは、旧石器時代のものとしては、国曜石の採石人や採石角、白辺、採辺、縄文時代のものとしては、前平式土器、吉田式土器、石坂系土器、古墳時代のものとしては、成川式土器の土器辺や石器などが1万2000点以上、出土している。朝鮮半島からのトライ長年間の慶長の役の際に、 朝鮮半島から島津義弘の軍勢に連れられた70人余りの一人子人は、慶長3年、薩摩国に留め置かれた。東一期調市によれば東高、織物、刺繍、荒野、細工士、精油、医師など色々な技術者であったとされ、出身別には、慶長南道の近海、正元軍の熊川の住人が大部分であり、その他にも、加徳島、 南原城付近の人種が含まれていたとされる。70人の一人子人のうち43人を、串木野島、平、10人余りを神の川、20人余りを、鹿児島城下高来町に居住させた。これらの一人子人が上陸した、串木野島平の照島神社付近には、薩摩焼き海藻着船上陸記念碑が混流されている。現在の鹿児島市高来町は、 文政6年の縦の波縄城川焼物高来人ト来、財布由来期によれば、慶長3年に島津義弘が連れてきた鹿児島前の浜に上陸した一人子人を多数居住させたことにより高来町として町立てされたとされる。ト来後のクラシック式の塔を平らに到着した43人は、島平の薩摩街道沿いに住居を構え、釜を建てて、 しつやかめつを製作したり農業をしていた。中には、当選塚と呼ばれる塚の上で故郷を望みながら、号泣した者や、傍郷の年から小舟で、朝鮮へ逃げ去ろうとした者がいたという。慶長八年に、周辺の村民からの老石に会い、これを機に、串木のを離れ安住の地を求めて、移住院郷寺脇村の小高い丘にたどり着いたとされる。 この話については、島津市の直轄地でありすでに開発が行われていた、縄城川の地へ移住させたという説があるとしている。島津義弘はこれを不倫に思い屋敷23箇所を与え、先住の縄城や大田原や下原家を多村に転居させて、そこに住まわせた。その後も130以上の屋敷が与えられたという。一方、 鹿児島城下の高来町に居住していた一人子人も、同様に、日本人との言語不通や風俗習慣の違いもあり、白が八白を受け、仕事がなく、生活に困窮していた。これを見兼ねた、島津光久は、比然系統の陶磁器の製作法を彼らに伝授させた。縄城川という地名は、江戸時代より見え、薩摩国日置軍十住院座とのうちであった。村田川、 勉強年間には二百八十国余り、休行給料取り調べ長には二百五十三国余りであった。慶長十年には、一記号から八十七国余りが分けられ、漢文九年には、移住院ザとの宮田村、寺脇村、大田村の二百国余りが、縄城川村に与えられたとされる。投稿の中から僕平井が、庄屋に選ばれ、淵前四国余りが支給された。 縄城川村には、薩摩街道が通っていた。移住院郷土市、東市吉町郷土市、三州五地西洋欄によれば古くは、市季号養母村に属していたとされる。群村高辻町、天保郷町には、縄城川村の名前は見えない。縄城川村への移住継長8年には、串木野号亀村島平に居住していた。 一人子人を当地へ移住させ、鹿児島県知事によれば、養母村より分孫品は白川村として成立したと、され、移住院里に属した。慶長19年には、島津家久によって細工所が設けられ、白焼き物を作らせた。漢文3年と、漢文9年の2度にわたって、鹿児島郡鹿児島城下高来町に居住していた、一人子人についても、 縄城川へ移住させた。縄城川村への移住者に対しては、薩摩藩により土地や屋敷、井戸、山林などの生活基盤が支給された。しかし、縄城川は森林鬱蒼とした原子林が広がる土地であり、飲料水にも不便し、東業に用いる原料や材料もない場所であった。薩摩藩による保護と、当政三国名称図へに掲載されている。 縄城川時期製造の図、縄城川時期製造の図その二玉山神社、島津義弘以降、洋業の産業地として、薩摩藩に位置づけられた縄城川は、薩摩焼生産に対して保護策が取られ、牧平井と、陳東吉の両家を中心に東業が盛んとなった。特に、陳東吉は技術に優れていたことから島津義弘によって、東場の主取役に命ぜられ、 鎮火を中心に、東業の発展の基礎が築かれた。縄城川では亀、壺、すり鉢など大型の日用陶器が生産されていたほか、白薩摩と呼ばれる藩主向けのご用品の生産のみに、制限されていた、高級な薩摩焼きが生産されていた。一方で統制も行われており、縄城川村の住民には移住の自由はなく、 他村の人間が結婚により縄城川村に移住することは許されたが、縄城川村の住民が他村に出ることは許されなかった。井上によれば、薩摩藩は、一人小人の居住区である縄城川を薩摩の域として作り上げようとし、朝鮮風俗の維持を命じたという。明和元年には、薩摩藩主、島津茂比は特別な行事等を除いて、 日本化していたことから、縄城川の住民に対して、朝鮮服の着用と朝鮮語の常用を命じた。その結果、縄城川の住民は、明治時代初期まで言語、服装から、すべての風俗習慣が、朝鮮式となっており、薩摩藩の知事である、三国名勝図には、朝鮮式の服装をしている住民の絵図が、掲載されている。 縄城川の住民の中には、遠い母国を思い傍郷の念により、海峡病となり、家業に手がつかなくなった者もいた。これを見た、島津義弘は、団訓を祭人として祀った玉山神社を建立した。玉山神社では、朝鮮風の神舞が伝えられており、藩主の御前や祭礼では、朝鮮踊りとして披露されたとされる。寛永三年には茶屋が置かれ、 藩主が来訪した時には茶屋で休憩して、焼き物見分を行った。また、官営年間には、小農の製造について縄城川の住民である、定州館が免許を受け、一期五位作田村の人々を集めて、製法を伝えたとされる。小農は、ナフタレンの発明によって需要が低迷するまで、近隣の一期五養母村や、湯田村、調査戸村でも製造が行われた。 遠方3年に、移住院録にあった薩摩藩の制度である、外情制による移住院座との自童カリアが、縄城側に移転された。上京2年には、移住院座とから独立して役人などが置かれ、武士相当の大軍を受けるようになった。宝永元年には、縄城側の人口も増え土地不足となったことから男女160名を、笠野源大地へ移住させた。笠野原大地は、 知らす大地であり、水源がなく、地下水源も深い位置にあり、移住者は、水の確保に苦労したという。教法4年には再び縄城川村は、移住院里の支配下となった。教法7年には、移住院集中として扱われるようになりしじの使用が、全面的に認められたが、朝鮮式の死から選択するように指定され、縄城川の朝鮮風俗化を推し進めたものであった。 このように、薩摩藩の保護を受けた縄城側に集められた一人子人らであったが、縄城川村のみで自給自足の独立的な生活ができるわけではなく、近隣の長里や移住院との経済的関係は免れず、言語が通じないことから暴言を浴びせられるなどの差別による被害を受けていた。これを見かねた薩摩藩は縄城側の入り口に朝鮮人を、 殺伐したる者は六頭身まで死刑に処すという考察を設置して保護を図った。薩摩焼の交流、パリ万国への出展、図書広里と村田道元の小コンボパリ万国博覧会に出展した薩摩藩の展示館、島津重秀の時代には、縄城川で製造された縄城川焼に対して厳密な検査が行われ、合格したものは参勤交代で、 状況の際に、徳川家や天皇、初代名に新入し、薩摩焼の名が広がった。薩摩藩が老であった、図書広里は天保4年に、島津マリオの命によって、反省改革を命ぜられ、薩摩藩の財政基盤の立て直しを行った。薩摩藩の天保改革の責任者として知られ、この改革によって調べ書は、多くの領民を苦しめたと評価されている。 しかし、縄城川は例外であり、調べ所は高架から、作色と呼ばれる農作と投業の負担によって、疲弊していた縄城川に対して、縄城川を取り急と呼ばれる政策を実施した。調べ所は、縄城川に常駐していた、村田道元に命じて、釜の反比による建設などを通して、薩摩焼の増産や、縄城川村民の生活改善に尽くした。 このことから縄城川の住民は、調べ所と村田をた,たえて、来合院の総領墓地に、昇根比を混流した。また、磁器を製造するために、南京皿山用や内国用が建設された。これは、磁器用の製造によって、藩の財政再建を図った、産業育成の一つであったとみられる。また、平助の平助用から陶工が派遣されており、 南京皿山用の海洋から技術交流があったと見られる。海江元年には山部学家丘と呼ばれる山に石碑が建立され、縄城川の人々が遠い故国の祖霊を祀るため、傍教の絵にや株を行った場所であると記されている。慶応3年にフランスのパリで開かれたパリ万国博覧会に出展することとなった薩摩藩は、 なわ側の僕た史館に対して出品用の錦で大花瓶の製作を命じた。出展した薩摩焼きはパリ万国博覧会で好評であり、世界的な薩摩焼きブームによって脚光を浴び、その後薩摩焼きの海外輸出が盛んに行われるようになった。江戸時代の釜移設された道平釜跡江戸時代、頃の釜跡としては、元屋敷釜跡、道平釜跡、 五本省用、五定式用、東田通用、内国用、南京皿山鎌と雪山遺跡がある。同平鎌マは、現在の南九州西回自動車道の三山、パーキングエリア付近にあった遺跡であり、1998年に、周囲で、発掘調査が行われた際に、第14大地久士官らの証言によって一機の、鎌が発掘された。 同平洋は1620年代頃から17世紀後半まで使用されていたと見られ遺跡からは釜、作業場、物原、陶器や瓦が発見された。初期は朝鮮陶器の機形をした陶器が作成されていたと見られるが日本での需要に応じて朝鮮的要素が徐々に消失していった。道平釜跡から出土した出土品は 鹿児島県立埋蔵文化財センターに保管されており、胴平ら釜跡出土品として、鹿児島県指定の有形文化財となっている。また、遺跡地は、南九州に島割り自動車道の建設に伴って一部が、破壊されたが、釜は、下井住院郵便局付近の公園に移設保存され、日置市指定の考古資料となっている。 廃藩地県後の縄城川1871年8月29日に廃藩地県が断行されたことにより薩摩藩が廃され鹿児島県が置かれた。これにより薩摩藩の保護と統制を受けていた縄城川では藩主導で行われていた政党事業は民間企業として行われることとなり薩摩政党会社が設立されたが1873年に 商法上の不利損失を起こしその後社長が逃亡したことにより、1877年には会社が解散した。1874年に、薩摩政党会社を退職した第12大臣、久氏官は新たに釜を起こし、投稿たちの受け皿となった。また、廃藩置県の同年の戸籍法による人身戸籍によって、それまで死を与えられ死族相当の扱いを受けていた。 縄城側の村民の大半が平民に編入された。縄城側の住民ら364名は、史跡編入届を鹿児島県に数度にわたり提出したものの、財政負担の増大を恐れた明治政府によって拒絶された。その結果、縄城側の住民は、日本式史の獲得を経て縄城側の外へ移動していった。著名な人物として、 後に、外務大臣となった、東郷持長は東郷であった、僕久し勝の長男であり、僕家も、東郷で縄城川における地位を築いていたが、私族株を購入して、東郷生を取得して、東郷持長と名乗るようになったという。1884年には旧家村を管轄する、古町役場が、縄城川村に置かれた。 下伊住院村時代1889年4月1日に、松村制が施行されたのに伴い、それまでの伊住院座との北部にあたる縄城川村、野田村、上野川村、宮田村、寺脇村、上神殿村、下神殿村、殿村竹村、桑畑村、麦久田村、優也、田村の区域より、日置群で伊住院村が成立した。縄城川村は、 下井住院村の大技、縄城川となった。同時に、町村制による下井住院村役場が、縄城川に設置された。縄城川には、その他にも、高等小学校が置かれるなど、下井住院村の中心地となっていた。1897年7月20日には、縄城川に縄城川郵便局が設置され、1930年9月1日に、 縄城川郵便局は、下井獣院郵便局に改称した。1947年には、下井獣院村役場が、下井獣院村の中央部にあたる、大技下神殿に移転することとなり、大技下神殿1500番地に移転した。東市基町への編入、宮への改称旧下芸獣院村における旧、縄城川の位置1956年9月30日には、 同日に官報に掲載された、マチ村の配置文号により下伊住院村が解体分割されることとなり大和、大技有形、大技学が、日置郡郡山町、大技、縄城川、大技宮田、大技神の川が、日置郡東市木町、大技神の川が、日置郡日吉町にそれぞれ編入され、その他の海住院村の区域及び及び住院町の全域を廃止新たに、 移住院長が設置された。大技縄城川は、東市基町へ編入されることとなり、同時に、大技の名称変更についての処理により大技名を、縄城川から、宮山に解消した。薩摩焼400周年祭大韓民国の片津山で、採火された日は、宮山の400年用に転化された1998年10月22日から10月29日に、かけて、 東市地町で、薩摩焼400周年祭が挙行された。大韓民国全羅北道南原市の片津山で、祭火された火が三山に運び込まれ、玉山神社に奉納された後に、共同のり釜に点火された。29日には、韓国政府などから寄贈された、記念石灯の除幕式が行われ、日本側からは、内閣総理大臣の小渕慶造、大韓民国側からは、 国務総理の金賞筆が参加した。また、薩摩焼400周年を記念して、優政賞によって、日ばかり茶碗と、染付法オーブ文広口花瓶を衣装した記念切手が、発行された。大和宮山本、寺脇の新設2004年10月29日に、宮間の内大坊派様、大坊平、大坊、高野須、文石、大穴、カジオン、井出口、下西の谷、 上西の谷、控え松、内水、小谷口、梶尾温平、止め祖ソロクソの区域より、新たに、大技、宮本寺脇が設置された。日置市新設合併以後2005年5月1日に、東市基町が、日置軍移住院長、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された、法廷合併協議会である。 日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の国字である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。 この国示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が、宮山から日置市の大技、東市基調宮間に改称された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。宮山薩摩商用この不市では、東市基調宮間に関連する文化財であって、 宮間以外の地域に保管、所蔵されている文化財について述べる。陳久官京元外省、東郷持長記念館下伊集院郵便局2014年の経済センサスによれば、東市基町宮間に所在するミニエの事業所数は39事業所であり、従業者数は79名であった。業種別には、養業、 土石製品製造業7事業所、その他小売業7事業所、植物工事業3事業所、織物、衣服、身の回り品小売業3事業所、その他の製造業に事業所の順であった。2015年の国勢調査によると、東市基町宮間に居住する15歳以上の就業者数は231人であり、産業別では多い順に卸売業、 小売業53人、製造業47人、医療、福祉31人、建設業21人の順となっている。鎌本の上り釜宮間は、薩摩焼の代表的な釜場の一つであり、薩摩焼の里として知られ、観光地となっている。近世には亀、壺、すり鉢、土瓶が製造され、江戸時代末期には輸出用の金蘭種薩摩や、 縄城川人形と呼ばれる素焼き人形が京都で人気となった。東市木町市によれば、宮山には2005年現在で14の薩摩焼きの鎌本があったとされ、2014年の日置市のパンフレット、鎌本ジブラリ散策によれば、宮山に所在している鎌本は12箇所あり、カツ峠、荒木東洋、立川都園、演舞都園、陳久し館洋、十郎洋、 佐州義江当社、未来薩摩圭介ケ佐太郎ヨ広サタロウヨウ、洋がある。窯元の他にも工房や喫茶店、飲食店がある。また、窯元は減少傾向にあるが、日置市の第二次総合計画によれば、木製品やガラス製品を扱う工房が進出しており、クラフトの町としての展開が期待されている。 宮間東遊館宮間の東部にある宮間東遊館は1996年5月8日に宮間薩摩焼きの里整備計画の一環として整備された体験型レクリエーション施設であり薩摩焼きの陶芸体験ができるまた例年11月に薩摩焼き雑貨などの販売薩摩焼きの製作体験などが行われる宮間用元祭りが開かれており 2019年まで34回行われた。しかし、同年から全世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の影響により中止となり、2020年からはその代替イベントとして、宮間クラフトウィークが行われるようになり、イベントは2週間の間個人が周遊して各店舗を訪問する形で行われている。東市基町宮間には、 日置市立宮山小学校が所在しており、かつては東市基調立芸術院西中学校が所在していた。東市基調立芸術院西中学校は、かつて大和三山にあった中学校である。1957年に東市基調立東市基中学校に統合され、並行した。日置市立宮山小学校、日置市立宮山小学校は、 東市基町宮山八十九番地ににある公立の小学校である。明治元年に手習い書が設けられ、明治二年には廃物毀釈によって廃寺となった来合院の建物において野学として授業が行われた。明治四年にはお借りートに家屋が建てられ、これを学校とし、1874年には五客屋跡に第94教校として開設された。 1877年に生息小学として設置され、1879年には、縄城川小学校となり、その後尋常小学校となった。1892年には、下井住院高等小学校となり、その後尋常小学校、国民学校を経て1947年には、下井住院小学校となった。1956年には、 市町村合併により宮間小学校に改称した。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる宮間の中心部を通る鹿児島県道24号、鹿児島東市木線麻生駅の西部を、南九州西回り自動車道が、南北に通り、鹿児島県道24号鹿児島東市木線が、宮間の中心部を東西に通っている。 南九州にしまわり自動車道は2002年4月6日に、一期インターチェンジから、伊集院インターチェンジまでの区間が開通し、宮山には、宮山パーキングエリアが設置された。宮山パーキングエリアのデザインは、宮山の特産である薩摩焼きの破片が埋め込まれている。2020年9月6日には、宮山の中心部をバイパスする、宮山バイパスが、全線開通した。 東郷持長鎮久市関用にある、故郷坊治型区、港、石踏縄城川に関するカテゴリー、日置市立宮間小学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。